11月も半ばを過ぎて寒くなってくるとまた困ったことが起きましたマクロビオティックの同僚たちとの食事会や集会に行くとそこでは冬であるのにもかかわらず全く暖房がなかったのですマクロビオティックの健康理論では冬は体を寒いという状態に置いておく方が自然の理にあっており寒い状態にいて寒さに適応した方が より健康になれるというのです寒かったら厚着をして寒さを防げばよいというのでコートを着たまま食事をすることになりましたサティラロは内心それはやりすぎではないかと思いました寒い集会に付き合いきれなくなったサティラロは11月の末に暖かいプエルトリコカリブ海の島の観光地に休暇旅行をすることにしました プエルトリコに行ったサティラロはそれでも自然食レストランでマクロビオティックの食事療法のメニューを守っていましたしかし南国の太陽と海岸で開放的な気分に浸っているうちに3日目の夜マクロビオティックの食事療法を守れなくなりある豪華な魚料理をたらふく食べましたすると次の日の朝大とし熱っぽくなり 全身のあちこちが痛み下痢をしたのです慌ててフィラデルフィアの自宅に帰ったサティラロは再びマクロビオティックの食事療法に戻ると症状は治まりました12月になると体重が急激に減り始めました 75kg から 61kg なってしまったのでする驚いたサティラロは癌がんが 体の中で爆発的に増ええ始めたと考えました。と考まし早速12月の半ばに主治医のシェルドンの診察を受けました診察と血液検査ではがんが以前より進行しているという兆候はなく様子を見ようという結果になりましたこの時サティラロは初めて主治医のシェルドンにマクロビオティックの食事療法を行っていることを告げ マクロビオティックの食事の内容を詳しく説明しました。シェルドンは医師としては比較的寛大な態度を示し、マクロビオティックの食事療法ががんの治療に効果があるという根拠は全く認めないが、無害であることは認めると言いました。一方、ワックスマンにも診察してもらいました。しかし、ワックスマンは体重が減少したのは。 エストロゲン療法のために体内に蓄積した余剰有害物質が排泄されたことが原因であると説明しました12月になりクリスマス休暇に南国のフロリダに旅行したサティラロはまたいい気になって今度はチキンニワトリを食べましたするとプエルトリコの時と全く同じで嘔吐、疼痛下痢に見舞われ 背中のの痛みも再発したのです慌てて以前のマクロビオティックの食事に戻すと苦しい症状のほとんどは治まりましたが背中の痛みだけは完全には消失しませんでした新しい年1979年となりサティラロのマクロビオティックの仲間の輪も徐々に広がり始めましたその人たちと一緒に食事を共にして気づいたことがありました マクロビオティックの仲間たちは非常に多様性に富んでおり人種宗教生活習慣など多種多様でしたが一つだけ共通していることがありましたそれは食物に対する尊敬と感謝の念でした食物こそは神の贈り物であり食物は強い自然治癒力を持っているという信仰に近い信念でしたサティラロは真面目に マクロビオティックの食事療法の規定を守っていましたが、ワックスマンは食べてよい食物の範囲を広げて、魚、果物、大麦飴、米飴も食べてよいと宣告しました。サティラロは、フロリダ旅行の時に再発した背中の痛みが消えずに続いていたため、がんが背骨に転移して広がり始めているのではないかと心配になりました。ワックスマンに診察してもらうと、 癌が消えかけている兆候の一つとして膀胱の経絡が傷んでいるのだから心配はない治すには生姜の湿布が有効だという返事が返ってきましたこれを聞いてサティラロは再びマクロビオティックはイカ様まで自分は洗脳されて騙されているのではないかという疑念が湧いてきました1月22日サティラロは シェルドンの診察と血液検査を受けましたこの結果以前と比較して血液検査のデータが著名に改善していました主治医のシェルドンは血液検査の所見が改善した理由は抗がん的出実とエストロゲン療法の効果だと結論しましたサティラロはシェルドンにマクロビオティックの食事療法の効果ではないだろうかと尋ねてみました シェルドンは素っ気なく、全く関係ないね。がん治療に、食事療法が、何らかの役割を果たすと思われる科学的な根拠は、全く見当たらない。まあ、君の前向きの姿勢が、治療に良い,い作用を及ぼしているのかもしれないね。と言い、背中の痛みに対しては、鎮痛剤を内服するように指示しました。2月の初めのある日、サティラロは、 非常にに激ししい腰痛に見舞われました病院で検査した結果尿管結石が腎臓から尿管を通って膀胱に排泄される痛みであることが判明しましたサティラロはこれはマクロビオティックという不自然な偏った食事が原因だろうと思いワックスマンに文句を言いましたマクロビオティックの食事療法をやめようかと思ったほどでした しかし、ワックスマンは、血液は一種の反応ですよ。つまり、体の奥から治ってきているという兆候です。腎臓が血液を浄化して毒成分を排出しているのです。食事療法をやめてはいけません。と答えました。このワックスマンの言葉で、食事療法の中止を思いとまったサティラロは、マクロビオティックの食事療法が、 自分の命を救ってくれるかもしれないというわずかな期待に望みをつないだのですサティラロはマクロビオティックの仲間と一緒に食事をし交際の輪を広げていくうちに食事だけで病気が治ったり改善したという話を行く先々で日常茶飯事に聞くようになりましたマクロビオティックの食事療法で難児性の字と そもそも打つ状態を治した女性はこう言いました。私は正しい食事をしていれば、この世の全ての病気が治るとか、誰もが完全な人格になるなどとは言うつもりはありません。ただ、これが一番まともな食べ方だという感じはしています。食べ物は土台です。マクロビオティックは健康に役立ちます。でも、 健康になって何をするかはその人次第でしょう。食べ物が人生の全てを変えるわけではありませんもの。サティラロはいぶかしく思いながらもそのような話に勇気づけられ自分もそのようになりたいと思いました。